あなたを作ったルーツは何だと思いますか？ああ、まあ、それこそ、ちょっとこう、若い頃、子供の頃っていうか、中学生ぐらいの時に、ちょっとこう、うん、覚醒したみたいな、何ですか、こう、生き方の方向性が決まったみたいなっていうのは、はい、ブルーハーツって知ってます？もちろん。もちろん。知らない人いないんじゃないですか。ブルーハーツを聞いて、中1ぐらいの時に、高校でもう、その、こう、世界観に衝撃を受けて。起業を目指す人、086のビジネススクールへ GO!